JR 西日本227系電車。227系電車。227系電車は、西日本旅客鉄道、JR 西日本の直流近郊系電車である。2014年、平成26年時点で、広島支社が保有していた電車は、いずれも日本国有鉄道、国鉄時代に製造された車両であり、従来は、近畿圏。 アーバンネットワークへの新車投入で年出された比較的若い車両などを転用して置き換えが行われてきた。しかし、経年35年以上の車両が大半を占めるなど、老朽化や設備の陳腐化が進み、老朽車両の取り替えが急務とされていた。これを受けて、2013年、平成25年3月に発表された中期経営計画2017で、広島都市圏、 広島シティネットワークなどへの新型車両の投入と新保安システムの導入が記されていた。これらの状況に鑑み、225系などで採用された安全性向上設計を盛り込み、より安全性の高い保安装置や伝送技術の発達などの新技術を積極的に採用した広島エリア向け新型車両として開発されたが、本系列である。 広島地区の在来線に新型電車が投入されるのは JR 発足以降初めてで国鉄時代から通算しても115系3000万台以来32年ぶりになる。そして2015年3月14日のダイヤ改正により広島地区の在来線で運行を開始した。広島地区向けに投入された車両にはレッドウィング、レッドウィングという車両愛称が付けられている。 二両編成と三両編成があり、この二タイプの編成を併合、分割することで、最大八両まで編成を自在に構成することで、旅客の需要に柔軟に対応できる。原則として、従来形式との並結運用は行わない。2015年9月29日に、JR シティネットワーク広島のブランディング、227軽電車と、路線記号カラーデザインとして、 2015年度、グッドデザイン賞、移動用機器、設備部門を受賞している。新造以来広島地区にのみ投入されてきたが、2019年春を、めどに、和歌山線、桜井線及び、帰省本線の一部に投入されることが、発表されている、千番台。なお、以下において突起なき記述は、基本形式、例番台について記し、和歌山線、 桜井線向け千番台については別途記述する。JR 西日本が所有する225系や521系三次車で採用された安全性向上のための構造を積極的に取り入れた車両となっており、車内設備や旅客サービスを改善している。なお、本文中にある車両の部位を示す前くらいは岡山より後くらいは下関。 秋亀山よりを示す。車体長は19,570、19,500ミ、mm、リメートル、先頭車、中間車、車体幅は2,950ミ、mm、リメートル、20メートル級車体に、片側3カ所の両開き扉という、均衡型としては、オーソドックスな構成である。ホームドア設置を考慮して、単編成時及び複数編成連結時にかかわらず、ドア位置が同一となる。 要、連結面対車端出入り口寸法及び全長を、先頭車、中間車で共通化させている。材質は、ステンレスコー、スース301、スース304を使用し、321K から採用されている、スポット溶接とレーザー連続との溶接構造を採用している。ただし、運転台部分は構成である。2005年、 平成17年4月25日に発生した JR 福知山線脱線事故を受け、列車が衝突した際に運転席周りに比べて相対的に強度を低くした、先頭上部が先に潰れることで力を上方へ逃がし、乗客への衝撃と客室の変形を抑える構造、クラッシャブルゾーン、ともえ投げ方式を五系、五百二十一系三次車に引き続いて採用している。 この他にも床、側板、屋根の接合を強固にし、側面衝突やオフセット衝突に対しても変形を少なくする設計となっている。二編成もしくは三編成連結しての運用も考慮し、常時貫通タイプとしている。全部標識灯、全消灯及びフォグランプには、HID、後部標識灯、微灯には LED が使用されている。前消灯及び、 離島の配置は521系三次車に準じている。側窓は225系と同様のレイアウトで3枚構成とされ、加工窓、大型固定窓加工窓で構成されている。転落防止ホロに関しては、マイ妓駅で起きた乗客転落死亡事故を踏まえて、従来車で取り付けられていた中間車同士の連結面だけでなく、先頭車両同士の連結の場合も考慮し、 運転台側面に、戦闘車間転落防止ホロが取り付けられている。車体のカラーリングについては、広島出身のエクアン検事の主催する GK デザイン総研広島に、デザインの依頼を行い、アーバンネットワークとは違った、広島らしいデザインが検討された。その結果、シンボルカラーとして、広島県北である、もみじや広島東洋カープ、厳島神社、オートリーなどにちなみ、 親しみやすさを感じさせる赤を採用。カラーリングの配置もアーバンネットワークで見られる。横帯主体ではなく、車体端部に縦方向の赤太線を配すことで、2.3両が基本となる、編成の短さを強調した。側走下には赤細体を配している。また、全面貫通扉と側面車端部には、JR シティネットワーク広島のロゴと新たに制定された。 愛称、レッドウィングのロゴマークが貼り付けられている。外面の行き先表示には新たにフルカラー LED 式を採用し、従来では分けられていた列車種別と行き先表示を一体化させている。2016年の広島東洋カープのリーグ優勝時には優勝記念として優勝決定翌日の9月11日から1週間の期間限定で 普通列車に限り列車種別表示部分に球団マスコットのカープボーヤの LED 表示が行われている。これは特別に設定したものではなく、もともとカープボーヤ表示の設定が用意されていたといい、優勝を機に間も持たしての登場となった。なお、2016年は日本シリーズ期間中も表示されたほか、2017年もリーグ優勝決定翌日の9月19日より、 カープボーヤが表示されている。321系や225系などで採用された1車両中に動力台車と付随台車を1台ずつ配置し、運転に必要な機器類を1両にまとめて搭載する 0.5M システムと呼ばれる考え方を基本とし、すべての車両が電動車となっている。そのため、全車両に車両制御装置を搭載することを基本とし、 雲百227型には、終電装置及び空気圧縮機を推している。221系以降の設計思想を引き継ぎ、1から3位側、海寄りに空製部品関係を、2から4位側、山寄りに電気部品関係を集中的に配置する。車両制御装置は、WPC-15A と呼称され、東芝及び三菱電機が製造を担当する。 主電動機を制御する、主回ロブと補機類の電源となる、補助電源部、補助電源装置が一体化したユニットで、リベット素子を使用した2レベル、電圧型 PWM インバータである。主回ロブは、インバータ1機で2機の電動機を制御する、いわゆる 1C2M 構成の VVVF インバータを、搭載する。これに対し補助電源部は参照、交流 440V、 75区場の容量を有しており、主回ロブと同じくイベットを用いた2レベル、電圧型 PWM インバータを CVCF 制御し、他社の車両制御装置の補助電源部と並列運転を行うことで、故障時の編成全体での上調性を確保する設定である。空気圧縮機は除湿装置と一体化した低騒音型スクリュー式。 WMH3098WRC1600 をクモハ227型に搭載する。スクリュー式空気圧縮機は2 2 3系2 0 0 0番台以降などでの採用実績がある。終電装置はシングルアーム型パンタグラフ WPS28E が採用され、クモハ227型国覧よりに1機搭載する。バネ上昇式、空気加工式であり、 上昇検知装置及び電磁化に外し装置を備える。破損時の落下防止を目的として、パンタグラフ枠の上下に外紙を配置して貫通ボルトで固定する貫通外紙を用いたほか、大容量カーボンスリータを採用する。なお、第二パンタグラフは準備工事とされているが、1000番台の一部は設置されている。主電動機は、カゴ形3小誘導電動機。 WMT-106A が採用され、各車両に2機搭載する。センサレスベクトル制御を採用し、1時間低角出力は 270kW に増強されている。空調装置は、新線外気導入機能を備えた、集約分散式である WAU708 バイトを屋根上に1両あたり2台搭載しており、容量は 20.00kcal、a ロロ以上である。 車両情報システムとして、3 2 1系や2 2 5系で実績のあるデジタル転送装置を採用している。機関転送速度を 10Mbps から 100Mbps に向上させ、編成内で2 0系構成とすることで、将来の様々なニーズにもソフトで対応することが可能なシステムとなっている。車両異常挙動検知システムを装備しており、 各社の下部に搭載されている車両制御装置の脇には、その表示等箱が装備されている。台車は、車体と同様に、川崎重工業及び近畿車両が製造を担当する。メンテナンス性の向上及び部品共通化の観点から、225系や321系などで実績のある軸箱指示装置が軸量式のボルスタレス台である。 検引装置は一本リンク式である。車体のロール方向の合成工場のため、空気バネ間距離を 2000mm に拡大し、空気バネ高さを 925mm に低減させた設計は225系や321系と同等である。さらに、空気バネの自動高さ調整装置の高さ、調整棒には、 動物などと接触した、際の保護ガードを設けることで信頼性の向上を図っている。軸箱と台車枠との間に軸断波が装備されているが、洋断波は準備工事としている。クモハ227型とモハ226系の場合は前員寄りに付随台車、後位寄りに電動台車を装着している。クモハ226系の場合は、その逆である。電動台車は、 WDT63 バイトと故障され、基礎ブレーキは、踏みづらユニットブレーキである。付随台車は、中間車、モハ 226K が w t r 2 4 6六 f 先頭車ク、クモハ 227K、クモハ 226K が WTR246G と故障され、基礎ブレーキは、踏みづらユニットブレーキプラス一軸二枚のディスクブレーキである。加えて、 WTR246G には、バネ式駐車ブレーキが備えられている。合成セーリングを使用し、セーリンし、ブレーキライニング着脱のワンタッチ化、ワンタッチカプラ化された空気ホースを採用する。また、特定の編成には、フランジという装置を取り付けている。3 2 1系以来の標準システムとなる、電力改正併用電気指令式。 空気ブレーキ方式を採用する。常用ブレーキ、非常ブレーキ、そもそも速ブレーキ、大切ブレーキ及び直通予備ブレーキを備えるが、非常ブレーキに関しては、設計最高速度が時速 120km であることから、増圧機能を有している。なお、そもそも速ブレーキは時速 40km 以上で動作する。ブレーキ制御装置、w c は、 各車両に2機搭載し、台車ごとに個別制御を行う。これにより故障時の冗長性を高めたほか、装置自体を各台車直近に配置することで、空気配管を簡素化、応答性も向上させている。運転台計器板は、計器類と表示灯を廃置、タッチパネルの液晶モニターに表示する、グラスコックピット構造の軽基板設定機を、運転台正面に2台と、 右側袖部に1台を採用している。JR 西日本の在来線車両では統計式が初採用である。主管制御機は2 2 1系以来実績のあるブレーキとマスコンが別々の横軸ツインレパー型 WMC107 を搭載する。立行ノッチは5段、乗用ブレーキは7段である。運転台周りの基本的な割付は225。 軽に準じているが、ワンマン運転に対応するため運転台高さを二百二十五軽より百ミリメートル低い二百ミリメートルとしている。前面ガラスには飛散防止フィルムが貼り付けられている。ワイパーは運転手側に予備を含めて二本、助手側に一本、貫通扉に一本の計四本を装備する。貫通扉ワイパーに関しては複数編成連結時における。 旅客通り抜け時の接触を防ぐため、貫通扉上部のカバー内にワイパーを収める構造とした。連結器は、中間連結部は同受け及び元空気ダメ、MR 引き投資付き半永久連結器を、先頭車運転台寄りの連結器は、電気連結器、自動解決装置付き密着連結器を採用する。保安装置は、ATS-SW2 のほか。 車両にデータベースを登録する新保安システム DE、トス、旧小 ATSDW を初めて搭載しており、ATSP は準備工事とされている。先頭車の運転台より、雲波227型前くらいより及び、雲波226警護くらいよりの下部には、ドア後扱い防止用のホーム検知センサーが取り付けられている。警笛は、空気笛である O-2、O-5 のほか。 ミュージックホーンが先頭車両床下に搭載されている。出入り口付近にワンマン運転時の入り口、出口を表示する、出入り口表示器は準備工事とされている。基本構造は、アーバンネットアーク地区で運用されている223、経営、225系と同じシートピッチ 910mm の転換クロスシートが扉間に5列、扉横は固定式、車タンブ、 運転台及びトイレ設置部を除くにロングシート、出入り口付近には収納式の補助席が設置されている。座席のモケットは広島らしさをイメージした赤色を基調としたものを使用している。車内照明は LED を採用して省エネルギー化の推進を図った。LED の光を一旦天井面に均一に照らしてからその反射により室内を照らす。 間接照明式とすることで、LED 照明特有のギラつきや影を低減させている。すり革や手すりは、大型化され、緊急時に捕まりやすく考慮されており、オレンジ色に変更されている。また、手すりの端部を曲線化することにより、乗客が手すりに衝突した時でも衝撃力が集中しないように配慮されている。バリアフリー新法の施行により、 車椅子スペースを先頭車編成で2カ所に設置するほか、雲波226型に設けられるトイレは車椅子対応の大型様式トイレとなった。客用ドアの室内側には黄色のラインを追加し、カモイブには扉開閉予告灯を2等設置している。ドアエンジンは自家の空気式である WTK131 を採用し、 新たに開発された都市魅力弱め機能及びと強検知機構を備える。ドアチャイムは 223K、2 22 2 5系と同じものだが、本系列は半自動時にもドアチャイムが鳴るようになっている。車内案内表示装置は 223K1000 番台以降と同様の LED 一行タイプのものが、上高扉の上に1両あたり3カ所の地取り場に配置されている。 二両編成用、三両編成用で、番台区分等は行われず、三両編成用は1、二両編成用は65、タイの車番が割り当てられ、同番同士で編成が組まれる。2018年3月7日、和歌山線、桜井線と帰省線の一部で運用している105系、117系の置換を目的として、 本形式を2019年春から導入することが発表された。近畿圏へは初導入となる。和歌山線、桜井線に投入される千番台は2両編成28本、56両で、カラーリングは近畿エリアの車両デザインを継承し、奈良と和歌山エリアに共通する文化、歴史、自然の奥深さを表現した緑が配されている。 車内は323系と同様のオールロングシートとなり、愛コ家対応の謝罪型 IC 改札機も搭載される。各車両の全部と後部には客室状況確認カメラが設置されており、編成全体で計4カ所すべてのカメラの映像を運転台に設置されているモニターで確認することができる。録画はされない。定員は260人。IC 改札機は105系。 117系の置き換えが完了する予定の2020年春をめどに運用開始する予定である。また、2023年度に和歌山線で導入予定の移動閉塞、車上主体列車制御システムに対応してを、本形式は無線式 a t c の車上装置が搭載されることになっている。2018年9月3日に川崎重工を SD01SD02 編成が出場し、9月8日に、追田総合車両所で、報道公開され、9月10日に同車両所ひねの支所、新在家発出所まで改装された。2017年、平成29年10月時点で三両編成、A 編成42本、A01 から42と、二両編成、S 編成16本、S01 から16の158両が、 下関総合車両所広島支所に配置されており、山陽本線福山駅徳山駅間とクレ壁線の全線で運用されている。2014年10月から2015年3月上旬にかけて31両、a l h a 1 1 s 0 1 s 0 2編成が申請され、2015年、平成27年3月14日のダイヤ改正でクレ アキロライナーが中心及び、山陽本線に糸崎駅岩国駅、一部有駅、間で運用を開始。運用開始日にはこの日に開業した新白島駅と岩国駅で、セレモニーが行われた。引き続き同年3月下旬から2016年2月に、かけて125両、A12A42S03S16 編成、が申請され、2015年、 平成27年10月3日の運用修正で、壁線全線で営業運転を開始している。2016年、平成28年3月26日のダイヤ改正で、山陽本線福山駅糸崎駅間及び、有駅徳山駅間で営業運転を開始している。同時に、山陽本線三原駅岩国駅間及び、壁線、 クレでは平日昼間時曜日の運用並びに、土休日運転の快速、シティライナーを2 2 7系で統一した、土休日日中の各駅停車は、旧型車両での運用あり。2019年、平成31年3月16日のダイヤ改正時点で、広島地区への投入が完了し、広島地区、山陽線三原駅岩国駅間及び呉線、クレ 壁線全線の車両が227系に統一される。本系列への採用に先駆けて2012年及び2013年に223系 MA21 編成中間二両原車により ATSM 型ゲンディートスの実用試験が行われた。運用開始に先立ち2014年9月から 近畿車両及び川崎重工業より製造された編成が公衆輸送の上自走で改装されている。広島地区で乗務員訓練に供されるほか、阿保市総合車両所に貸し出された編成による性能試験が行われている。これらの車両はいずれも下関総合車両所、広島支所、広広配属となっている。2015年3月6日には、 新型車両が次世代の広島近郊の公共輸送を支える翼的な役割を担うこと、前面に取り付けられている転落防止ホロが翼を広げたように見えることから、未来へ羽ばたく赤い翼を意味する、レッドウィング、レッドウィングの車両愛称名を与え、前面、側面、編成間転落防止ホロに、レッドウィングのロゴを掲出している。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。